皆さんこんにちは、よしまるでございます。今回メンタル編ですね。経験者が語るパニック障害うつということで、趣味のねお話をしてみようかなと思います。趣味があるとないとでかなり病気の状況って変わってくると思うんですね。で、特にこう押し付けるわけでもなく、あ、こういった趣味があるんだ、それをやることによってこういった考えも確かにできるなぐらいで考えてもらえたらと思うんですけど、僕写真が趣味なんですね。で、もともとずっともう写真歴は20年近くになるので、まあ、かなり仕事としてもやっておりますし、趣味としてもやっているんですけど、かなりそのメンタルにいいなって思う点が多いので、まあ趣味がない方、これから趣味を探そうとしている方、写真なんていかがでしょうかっていうようなお話です。で、おすすめポイント1なんですけど、まず誰でもできる、今スマホを持っていればスマホで写真撮ればいいので、何も買うことはないです。カメラを新しく、とりあえず、スマホを持って外に出てみるということですね。で、ポイント2つ目、今ちょっと触れたんですけど、外に出るきっかけができるっていうことですね。やっぱりメンタルの病気とかになると引きこもっちゃうことが多いと思うんですね。で、例えばインドアな趣味があったとしても、まあ、映画見たりゲーム見たり読書見たり、それも立派な趣味ですし、すごくいいと思うんですけど、やっぱりね、外に出るっていうことによってより視野が広がっていく部分っていうのはありますので、そうですね、そこで写真を撮りに行くというね、散歩ですね、それがおすすめポイント2です。で、おすすめポイント3は、まあ運動ですね。被写体を探したりウォーキングになるので、まあ軽い運動になっていくのかなと。まあ家にいるよりは外に出て歩いて写真を撮るだけでウォーキングにはなると思いますので、そういった部分で脳にいい影響はね、与えるのかなというふうに思っております。で、ポイントその4、結構あるでしょう。普段何気なく、例えば散歩だったら通り過ぎる景色もカメラ、写真を撮る目的で出ると目を留めるんですね。例えば写真を撮るものを探すので、例えば花があった、あ、花撮ってみようってなるんですね。ただこれが写真目的で外に出ない普通の散歩であったら、普段花があっても気づかないで通り過ぎるだけなんですよ。で、写真を撮るっていうことは、今言ったように被写体を探すので、いろんなアンテナを張ることになるんですね。なので歩いていても、観察力が出てくるというか、で、花を見つけたら、あ、この花綺麗だから撮ろうでいいんですよ。で、パシャッと撮ってみる。これだけで、すごくいろいろな視野を広げることができると思っていて、で、そこにもまた第5のポイントがあるんですけど、夢中になっていると病気のことを忘れるっていうことがあります。まあ皆さんも経験あると思うんですけど、ゲームに夢中になっていたりとか、まあドラマ、好きな映画とか見てる時っていうのは、ふと、あ、病気のこと忘れてたみたいなねまあ別に思い出す必要はないんですけど、なので心を無にするということではないんですけど、気をそらすことができる、病気から。なので、いつも散歩してても、あ、突然ちょっと気持ち悪くなったり発作とか起きたらどうしようとか、なんか無事帰れるかなとか、いろんな不安があったとしても、ちょっとね、そのカメラ、写真を撮るというね、まあ、スマホでもいいんですけど、目的があることによって病気であることを少しでも忘れられる時間がね、増えたりすることはありますね。で、あと気をそらす練習にもなります。よく座禅とかがいいっていうんですね。まあお寺で僕座禅やっていたことあるんですけど、あれは心を無にする作業なんです。なので、こう座禅を練習するというか、まあ姿勢を正して、こう頭の中を空っぽにする練習っていうのもしておくと、まあ、何か不安になった時とか、まあパニック発作とか起きた場合に、ふと意識を遠ざけることができるんですよね。危険な方向に行かないように、そういった練習にもなるのかなっていうふうにね、思うこともありました。はい。で、
まあ今言ったように、まあ写真は誰でもできますし、外に出る口実もまあ口実にもなる。それから普段通り過ぎている何気ない風景にも目を留めるきっかけになるので、今後いろいろ出かける時もなんかこういろいろ探すようになったりとか、見る目線っていうか、なんていうのかな、被写体を探すっていうことはいろいろな作業にもなると思うんですよね。とても写真はね、僕やっていていいなっていうふうに思いました。まあ、基本的に写真って撮れて悪いことはないというか、例えばなんですけど、タイムスリップがあるとしたら写真かビデオなんですよ。どういうことかというと、自分の赤ちゃんの姿って見たことあると思うんです、皆さん。でもそれって写真があったから見れてるんですよ。写真がなければ自分の小さい頃の姿なんて見れてないはずなのね。自分の小さい頃の姿、親の若い頃の姿を知っているのは親が自分の写真を撮っていたからなんですよ。当たり前なんですけど、歴史上の人物もそうですよね。坂本龍馬であったりとか、西郷隆盛であったりとか、まあ、いろんな人物が写真として残っているから、あ、坂本龍馬ってこんな感じだったんだって、誰かその時写真を撮ったことによって過去のものを見る、過去にタイムスリップすることができるのですね。なので、まあ、写真が撮れるっていうことはいろいろな記録にも使えますし、今後自分に何かあった時、まあ、ちょっとね、そのメンタルと恋愛という話も今度またしようと思ってるんですけど、まあ、家族ができたりとか、まあ、別におじいちゃんおばあちゃん撮ってあげてもいいし、親を撮ってあげても、ペットを撮るでも何でもいいじゃないですか。自分の子供を撮る、まあ、そんな感じでね、写真って撮れて無駄なことはないと思いますので、一つね、写真をちょっと趣味に考えてはいかがでしょうかというような、まあ、提案というかね、してみました。で、スマホ限界あるんですね。なので最初はスタートとしてはスマホがいいと思うんですけど、ゆくゆく自分がどんな写真を撮りたいかが分かってきたら、一眼レフとかちょっと買ってみたりすればいいし、まあ、そんな感じでステップアップしていくのはいかがでしょうかというようなね、お話でした。あと今後僕ね、写真のコンテンツを動画でやるんですよ。なのでよければね、写真じゃあやってみようかな、写真興味出てきたとかね、いう方がいたらぜひそちらの方もね、チェックしてみてください。初心者講座みたいなのもできたらやろうかなと思ってます。どんなカメラがあるのか、どんなカメラを買えばいいのかとかね、どんなレンズがあるのかとか、まあ、そういったこともね、やっていけたらと思いますので、メンタルと通じてくるのかなって思っております。はい、そんなところかな。あと僕、まあいつかね、生放送でいろいろとカウンセリングというか、なんかお悩み相談みたいなのやりたいと思っていて、だからね、カウンセリングの勉強というか、資格まで取るかわかんないんですけど、しようと思ってるんですね。で、まあメンタリストと言われる大悟さんとか、あと7アンサーで有名になった心屋仁之助さんとか、メンタルじゃ間違えた、カウンセリングの資格ってなんか持ってなかったらしいんですよね。でも別にカウンセリングの勉強してなくても、持ってない人でも、まあこう導ける人ってやっぱいると思いますので、逆にカウンセリングのじゃあ資格が持ってるから、じゃあすごく話が聞くのがみんな上手で、正解に導いていけるかっていう話でもないと思いますので、まあ、僕は自分で病気を経験しているから、そういった意味でなんか話せることがあればなとは思ってますね。ただやっぱりなんか少しメンタルというか心理的な勉強もしといた方がいいのかなとか思って、今ちょっとその辺をどうしようかなと迷ってます。はい、僕はいろんな人の悩みを聞いたりするのが好きなので、ちょっとカウンセリングっていうかカウンセラー向いてるかなともね、思っていたっていうか、まあそういうのやりたいなとは思っていたんですよね。はい、あと最近いろいろとね、コメントいただいた方ありがとうございました。まあ中には結構病院に行きたいんですけどっていうね、相談もあったりして、もう多分コメント消えちゃったかな。はい、ただ別に僕はアドバイスしたわけでも何でもないんですけど、無事ね、病院に行けてよかったですね。で、カウンセリングをこれから受けていくというような報告がありまして、なんかね、そういう風にしてこのチャンネルがね、役に立ってもらったっていうことはすごくいいなと思いました。まあ病院のことについてでもいいですし、ただ単にお話を聞いてもらうっていうだけでも、メンタル持ってる方ってもうすごく救われた気になるんですよ。
なのでそういったことでも構いません。何か嫌なことあったら、あのコメントに今日こんなことあったんですって別に書き込んでもらうだけでもいいですよ。今はまだそんなにコメントないから、まあ、全部チェックして返事を出していこうかなと思っておりますので、まあ一つね、あの話を聞いてくれる人がいないとか、まあ薬に関してはねちょっと難しい部分があるんですけど、まあ何でもいいです。薬でもなんか日常のこと、病院について、何かあればねコメントもぜひ使っていただけたらと思います。では今回はちょっと短めになるんですけど、趣味の話ですね。あの一つカメラ写真っていうのは、誰でもできる、気軽にできる、まあ散歩っていうかね運動にも、なる部分もあると思うし、意識をその嫌な方向からプラスの方に、傾けるような、まあ、練習にもなったりもするので、まあ、お散歩しながら写真撮ってみたらいかがでしょうかっていうようなね、お話でした。ではまたお会いしましょう。よしまるでした。さようなら。